なんか心当たりで岩手の日本一みたいなのでなんかできないかなと思ってるんですよ。ああなるほど。実はその地域っていうのは牛にまつわる話っていうのはいっぱいあるんですよ。へえ。それを今回探りに行けたらなと思うんですがいかがでしょうか。めちゃくちゃいいですね。夜のお姉さんがおられる店で2人で決めたのは非常にレベルの高いテーマだと思いますね。うん。新たなスタッフが1人すごい加わりました。はい。おじさんスタッフ B でございます。で、やっぱ救いは前回来ていただいた助っ人、今回も来ていただいてます。ありがとうございます。来ていただいて。牛がはい。おりません。ゴー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 。うわー。あ、こっち来て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 。うおー、嘘。めっちゃ出てきた。うわすげえ。もともとこの牛は南部牛という岩手の地方にしかいない在来種だったんですけども。はい、あれっていうことは、潮の道ってあったじゃないですか。はい。南部牛がその荷物を運ぶ牛として活躍しています。こっちは牛なんですね。こちらは急峻な山が続いているので、はいはいはい、爪が割れている動物の方が斜面には強い。へー。昔話を探しに町へ戻る途中何か見つけたようね。潮の満ち引きの入り口へ。で今なんかこれ見えたんですけど潮の満ち旧道入り口ちょっと行ってみます。うん、こっちをずっと行ってたんや。これは何ですか。待機所とかですか。なんかね柵もありますもんね。うん、そうですよね。へえ。じゃあ今度はですかね、実際に我々歩いてあの潮の道潮の道ずっと貫通しますか。熊をどうするかだけ。うん、これ熊来ますよね。うん、ここここここ呼んでるやん。あとはやっぱり昔話をいろいろと調べたいと思います。そうですね。坊や良い子だ年齢しな。歌わんでええねん。あると思います。今夜はもう止まらない。着きました。お昼皆さん、さっき車の中で言ってました。今日はだから途中時間が余ったら、はい、ゴルフ。ゴルフ。ゴルフしたいな。僕もしたいです。ただのその気持ち言うただけかい。ゴルフあるやん。時間ありますかね。あると思います。やりますか。うわめっちゃ嬉しい。なんかないと面白くないじゃないですか番組的に。まあ、なるほどなるほど。勝った人が生5杯、うん、多いって5杯5杯ぐらい多いっすか。いや俺は普通だな。いやおかしいおかしい。だからまあお酒飲める権利を権利得れる。はい。え勝負を誰と僕は誰とやりますか。3人。じゃあちょっとカメラ2人回しながら回しながらやる回しながらやる。だからハンデハンデですハンデですよ。1打プレゼントしましょうか。 1? じゃあ2打欲しい。いいですか2打。いいですか2打。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。ハンデ2打いただきます。2打です。こちらで食券を買っていただくのかな。食券はね。あこんにちは。あのちょっとですね、はい、パークゴルフをしたいんですけど、はい、そうすぐできるもんですか。できますよ。あ本当ですか。どうぞ。ありがとうございます。食券で買うんですか。はい、ここで。え本当にこれで買うの。どれ上の方。ああるあったあったあった。あほんまにあるやん。3人でプレーするってことで、はい、一ホールだけ。はい、ラーメンじゃないますよ。今ラーメンとか押そうとしたでしょ今。出たから。上ですよ。あああああ。あ押しちゃった。もう本格的。ありますので。おお。左向きと右向き。好きな番号どうぞ。ああなるほど。これ。どうする
これ69なんかスケベなこと考えたでしょ。はい、ロックです。ロック、ロックでこの数字です。なるほど。お姉さまキラキラと、おじさんたちが変なことを考えたみたいですいません。これはめちゃくちゃ気持ちいい。ここです。こっから打ってあれが1番ホールパー3やん。ちょっと待って、ちょっと待って。2打差し上げましたよね。はい、1台にしていいですかどうする先生。まあ今木村さんがおっしゃるならそれで、はい、いいですよ。あ、いいですよ。負けた人から。負けた人からですか。最初はグーじゃんけんほい。あー、よし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 。おじさんから。じゃあカメラはどうするんですか。カメラはですね、足元に置いてきます。嘘でしょいやいや、よし、そんなにいいっすか。カメラさん行きますよ。カメラさん、はいはいはい、あなたですよカメラおおおおあー、ほらほら、いったいった、めっちゃいった、やべえ。せーの、最初グーじゃんけんほい。おお、俺か。どうぞ。おお、勝った、勝ちにいったぞあの人。これはあのおじさん頑張らないと。やばいっすねこれ。それ俺カメラ持ちましょうか。ちょっと後ろおじさん入るな。入ってるわ。行きまーす。僕あの矢野さん捉えとくから。おじさんあのボール追いかけて。はい。こっちのリアクション取って。わかりました。はい。じゃあ行きまーす。あ、ちょっと待って。待ってよ。待ってください。はい、可能ね。振ったら寄ってください。オッケー、オッケー、オッケー。行きまーす。はい。これ顔に振るってさ、そのこう行ったらいいの。こう。違うんだよ。ヒュッてやるんだよ。ヒュッて、ヒュッて、うん、ヒュッてね、うん、ちょっともういい加減しろよ、はい、おじさん方ちょっとうさん方行きますよ。行ったでしょ。ほらほら、まあいいせいだね。おいいせい、いいせい。そうか、一打半であんねん。そうだよこうしたらいいと思うんですよ。その顔を自分で自撮りするみたいな。やってるわ俺セカンド入れればいいんですよね。そうそうすげえとこやなあギブアップします。ギブアップだ。これ入れないとちょっと厳しいな。いきます。はい。おおすげえ、やった、持ってるなー、入ったね、入るなー、よっしゃー、行きましょう。あー、これを入れなきゃ負け。外したやったやった。ビール、ビール、ビールいただきます。はい、ありがとうございます。行きましょう。まずは手がかりを求めて。さて、いろいろとその昔話についてだったりとか、はい、この本に書いてるんですけど、はい、昔話をちょっと見つけてほしいなと。とりあえず聞いてきてもらっていいですかそんな無理ですやん。アポ取ってないですもん。だって怒られたら怒られた。いやもうじゃあ一緒に行きましょう。行きましょう。じゃあ行こう。行きましょう。全員で怒られるってことですか、うん、いやいや、一人で怒られる。いや、そうやったら俺行きますよちょっとカメラはこの辺で一回やめてきますか。はい、はい、すいません、あの岩手朝日テレビのもんなんですけど、山形町の、昔話みたいなのを調べてまして。すいません、すいません、あの牛に関する昔話を詳しい方おられるかなと思いまして。はい、あ、松坂三度君、はい、長もですね。カメラ持ってきてますが、撮影させていただいてもいいですか。てかもう回ってる。あ、回ってました。あ、来た、後ろ来た。すいません。すいません。申し訳ないです。今電話して。いいですか。はい。すいません。すいません。お願いします。ちょっと待ってください。はい。はい、ちょっと来て。なんか許可、なんかカメラ入ってきてましたよね。なんか撮っていいのかなと思って。いやいや、僕は許可取ろうとしてたじゃないですか、僕は。あの言い方悪いけど。お前らやりよった。違う違う。やってない、やってない。いえ、すいません。永井さんも山形町の方なんですか。生まれも、はい、やっぱじゃあ牛に関することとかはよく。うちの農家ではなかったので。ああ、ち
取れなく取れないんですけど、町内に伝わるって書いてるんですよね、うん、こういったお話をお聞きしたいな、先生か、ちょっと待ったんじゃない、はい、ちょっとすいません、はい、すいません、ちょっと永井さんと喋っておきます永井さんはあの、はい、お仕事邪魔しないで、あ、ごめんなさい、これだけ聞きたい、あ、これだけ、はい、乗ってる車の色は何色ですか？普段は黒です。黒だ、あ、どうもありがとうございました。ちょっといいですか乗っている車の色、うん、いや昔やったらですよ、はい、いろいろもうちょっとこう個人的な情報とか、はい、ちょっと突っ込んで聞いてたと思うんですけど、うん、こう時代にアジャストしていかないといけない、うん、でそのギリギリのところが乗ってる車の色、意味が分からないあ、でもお仕事の邪魔にならない、ちょっと聞いてみましょうか、もうちょっとおしゃべりしていいかどうか、あと一つ二つぐらい質問に答えることはできますか？はい、あ、すいません、ありがとうございます。こんな聞いていいのかな、コロッケにソースかけるか醤油かけるかどっちですか？何もかけないなぜそうの質問を、昔話かもしれない、あ、ごめんなさい、あのそういう牛に関する言い伝えとか、はい、そういうのは聞いたことありますか？いや、私はないですか。でもなんで、はい、そのコロッケに何もかけないんですか？揚げ物があまり得意じゃなくて。ああ、ちなみに今日のお昼は何食べられたんですか？お茶漬けこういう方なんだっていうのは分かってきましたね。あ、怒られました。今ちょっと何か当たって、はいはい、1人方が行ったんですが、2時半ぐらいでやれば、あ、2時半ぐらい、あの案内しますよ、あ、はい、すぐですので、ありがとうございます。昔話を探すはずが待ち時間に木村さんがどうしても食べたかった郷土料理を、お待たせいたしました。おあ、全然想像してたのと違う。これ豆腐なんですか？はい。なんかあれなんだ、お雑煮みたいな。いただきます。うんうん、お雑煮で、これが多分豆腐の、これを豆腐っていうのか、それとこれ豆なのかな、ちょっと豆腐何出てきてんだよ。ちょっと僕あれで怒られたんですよ、千枚編のずんだ餅で一口で食べて、ちょっと中見えるように箸で、箸で、うん、いや口で、口でいきます、はい、あ、甘っ、何これ、あ、すいません、はい、お店の方ですか？はい、そうです。このお汁自体を豆腐というのか、はい、この小麦粉のやつを豆腐というのか、おそらくこの丸いその単語になっているやつが豆腐なんですが、うん、それがお汁の中に入っているので、豆腐汁となると思うんですけど、うん、お汁に入った状態で豆腐と呼んでまして、そっか、はい、僕は今豆腐の中の豆腐をいただいています男の中の男これできっかけにね、うん、豆腐再ブレイクとかしたらなんかいいですね。手で食べた豆腐、うん、豆腐ってちょっと口の滑り、まあ、そこで切るなよ役場の方の案内で訪ねてみると、どうもこんにちは、はい、こんにちは。牛方源氏とかを調べてたんですけど、はい、牛方源氏とかじゃなくて、ほらわからねえな、誰が書いたの、佐賀力夫さん、力夫が、ああ知ってる、分かってるな、うお、町の歴史に詳しい佐賀さんのお宅へ。じゃあ新谷さん、あ、はい、失礼します、失礼します、はい、失礼します、はい、失礼します。この辺に伝わる牛に関する
民話みたいなのを、もしご存知だったら教えていただきたいと思ってきたんです。一個は僕ら見たんです。あの牛方源氏っていうお話。今ですね、はい、牛方源氏も実際にいたっていうわけですね。実際のお話だという人もあるんです。はあ、ところが、確証いられないんです。カッコで牛は飼ってたんです。あ、おお、畑の肥料、堆肥。あ、堆肥を労役としては使わないんです。あ、そうなんですか。我が村では。堆肥だけね。堆肥だけ。農耕馬とはよく聞きますけど。やっぱり地形の関係もあってね。ああ。牛に耕せないんでしょう。なるほどね。僕今あの民謡を習ってまして、で南部牛追歌をちょうど今習ってるんですけど、あの牛追歌も牛方さんの人たちの仕事の時の歌なんで、ね、で今日案内してくださってるこの新谷さんのおじいさんたちも牛方のあれなんです。あ、そうです。じゃあ力夫さんが、まあ、子供の頃とかはじゃあ牛方さんは結構たくさんおられた。おりました、おりました。民族学の先生でですね、宮本常一ってありますでしょ、はい、その人の講演を聞いたらですね、埼玉県の草加、それから越谷のあたりに南部牛が今でも残ってるってわけです。そしてです、今でもっていうのはもう 4,50 年前の残ってると。へ、それはですね、牛方が行って、でその帰りおそらくやったんでしょう。その方に取られてね。そうしたら燕三条の方にですね、あ、さっき積んでいって、っやっぱり同じことをしてんですね。はあ、例えば牛追い歌をなんか歌える方とかっておられたりするんですか。久里さんとかはそんな歌を、あ、久里が知ってる可能性は高いんです。さほど高くないそうでもあのチャンピオンの方ですよね。いや、チャンピオン、あ、民謡のですか、はい、めちゃくちゃ聞きたいですね。ちょっと久里さんに、久里さん家行きます、行ってみて。めっちゃ人ん家行くやん。木村さん、昔話はどうなったの。さあ、移動中に木村さん何を聞いているのかしら。あ、車が今いるんですか。はい、牛さんがいらっしゃるそうです。南部曲がり屋。ああ、本当に南部曲がり屋だ。え、じゃあお家とつながってるんですか、中で。はい。へえ。あの力夫さんからですね。うん。久里さんが南部牛追い歌、はい、あのチャンピオンだということで。はい、そうです。南部牛追い歌全国大会第30回目のすごい。牛追い歌の触りだけちょこっと聞かせていただくことなんで。いやいやいや、まだすんのは本当地図臭いんですよ。何臭い。地図臭い。地図臭い。土の匂い。土の匂いの、うん、まあ昔はほら単価がすぐそこ放牧地だったもんだから、ああトラックでなく追っていったわけですよ。へえ、バババってね。おお。言ってください。はい、はい、バババババ、田舎なれどもさあえ南部の奥にはさ、こんな感じです。すごい、すごい。ちょっとだけ触りやってもいいですか。田舎なれどもさあ
点ですか。いや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 、厳しめで。もうちょっとなんだ、歌の間が短くてもいいんですか。ちょっと伸びすぎ。サービス過剰ですね。どうも。どうも。あれでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本日もありがとうございました。でした。あ、僕こんなペースで飲まないんですよ。あ、そうなんですか。負けたくなかった。あ、すごいですね皆さん。今日ね、また新たなスタッフが、はい、おじさん D、 おじさん D、 あの放牧のところでお二人がちょっともう離れて次の撮影をしてた前回がありますみたいな、はい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 、あの時に柿木さんがすごい話してくださったんですよね。興味深い、今日一番の兵じゃないかなっていうやつを、ええ、それをちゃんと取ってくれてはったから心と心は通じ合いました。今日一の兵ですか。そうです、それを取ってくれてない2人との心の距離が広がったって。まあ前回来ていただいた助っ人、本当はゴルフ対決、僕おじさんずっとじゃなくて彼女としたかった、ほらやっぱり、ほらそうじゃん。このお店何周年？4年半くらいやってます。4年半ぐらい、はい、僕がこっちにあの移住したのが去年なんですけど、はい、そんなんは知っていただいてたりする。そうですね、 YouTube とか見させていただいてます。あ、マジっすか、はい、あ、 ありがとうございます、はい、じゃあ前も一緒にハイボール飲みますか。じゃあじゃあご一緒いただきます。はい。はい。